はようございます。音楽か、いいですね。私一人カラオケ行っちゃうくらい音楽好きです歌うも聞くも好きです。好きな曲はコロッコロ変わるんですけど、最近はミセスグリーンアップルさんと、あとはずっと好きなんですけど NiziU が好きです。 NiziU 好きなんですよ。彼女たちの背景しちゃってるんでね。 Niji プロってあったじゃないですか。その時自分も研修生だったんですよ。 NiziU のなんかオーディションと同じような気持ちで自分も研修してたんで、ちょっと思い入れがあるんですよミセスさんは最近聞くようになったんですけど、まあ、歌詞にやられますね。ああなんでなんでいや、前壊れちゃう背景これで、あのミセスとかニジューとかいうのちょっと気まずいわもちろん好きですよ。こんにちはこんにちは、スイートノンフィクション、多分アーティストとして好きなんです。曲はもう全体的に好き。これね、こういうやつね、わかるでしょ、こういうのなんか違うフォークダンスしてるみたいな。以上です。おはようございます。好きな曲は、まあ、洋楽全般なんですけど、特に好きなのがアビーチさんっていう人の曲が大好きです。僕が聴き始めたのが中3の時にずっと柔道やってたんですけど、柔道のトレーニング最中に BGM を流しながら筋トレするとか、ランドリーって言って試合形式の練習をするっていうので、アビーチさんの曲を流しながらめっちゃテンション爆上げで練習した時に、練習以外でもモチベーション以上に聴いてるっていう感じで、有名な曲だと Waiting for Love とかザナイツとか、特にこの2つが大好きです。あとはやっぱ自分英語勉強するのが好きなんですけど、その始まりはやっぱり洋楽、アビーチさんの歌詞、英語で何言ってんだろうと思って、まあ、アリアナ・グランデさんと、まあ、好きな曲あったんですけど、歌詞を見た時に結構恋愛ソング系だったんです。ノリはいいのに恋愛ソング、あれアビーチさんこれ歌詞わかんないのにすごいこと言ってたりとかで、英語勉強し始めたっていうのもあります。アビーチさんは勝手に流れてくるんですけど、最近流れてくるのがサンボマスターさん、あのできっこないやらなくちゃこれ結構あの坂登ってる最中とかにどーん何流れてきて、別にきつくはないんですけど最近流れてきます。自動的にハマっちゃってます。サンボマスターさんが頭の中に流れてくるっていう洋楽じゃないんですよ本当に。邦楽のチアダンっていうドラマがあって、昔チアリーディングの福井県全米行ってみたみたいな、そのドラマを見てたという影響かもしれないんですけど、サンボマスターさん大好きになっちゃってたまに流れてきます。僕もテンション爆上げだし、お客さんもテンション爆上げてご案内させていただいてます。Kポーズはおはようございます。僕は一番好きな音楽はゆうりさんがすごく好きで、でゆうりさんの恋愛ソングとかじゃなくて社会に訴えるとかそういう系の好きです。一番好きなのがうおっていう曲がめちゃくちゃ好きです。自分の得意なこととかできないこと、なんかなんだろうな、一瞬歌詞確認、好きなことも得意なこともない、それって幸せですかみたいな、結構パワーワードとか入ってるんですけど、自分の得意なこと好きなことってのをもっと増やしてったらなんかもっと幸せになるんじゃないかだったり、自分の今得意なこと好きなことってのは自分の幸せにつながってるんじゃないかなってのなんか逆の意味で捉えたりして、すごく心に響いてすごく好きです。で一番好きなとこがなんか過去現在未来全部自分、言い訳しても仕方ねえ、夢は叶えるためあんのってのが、ここが一番好きです。夢は叶えるためあんのってのがガツンと響いて、でちょうど人力車始めて研修頑張ってる時にこの曲がリリースされたのでめちゃくちゃ聴いてました。長くなっちゃって、よし頑張ろうっていう時は聴きます。はい、ありがとうございます。